オッーレ霊ビは、オーストリアドイツアメリカ合衆国の薬理学者。アセチルコリンの医学への応用により、ヘンリー・ハレット・デールと共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。レ霊ビは、ドイツのフランクフルトで生まれ、1896年に、ストラスブール大学で、医学博士号を取得した。彼は臨床には興味を示さなかったが、結核や肺炎など、不治の病で、 多くの人が亡くなっている現実を知ると薬理学の研究に一生を捧げることに決めた。1898年から長年の間、レイビはオーストリアに住んだが最初に大社の研究を行った。彼は造王機が化学物質や電気的な刺激に対してどのように応答するか研究した。レイビはそれらが相対的にアドレナリンに依存しているという結果を確立した。 この結果から彼は神経インパルスが化学物質によって伝達されることを理解した。イビが同定した最初の神経伝達物質はアセチリコリンだった。1898年から1900年までマールブルク大学で助手を務めて教授資格を得た。1904年からウィーン大学の薬理学科の准教授、1909年から グラーツ大学の薬理学科の教授となった。1908年、グイダ・ゴールド・シュビットと結婚し、3人の息子と1人の娘に恵まれた。1938年3月11日、オーストリアがドイツに侵略され、2人の息子と共に投獄されると、レイビは自主的にすべての財産をナチスに提供すると申し出た。レイビは1940年に、 アメリカ合衆国に移住し、ニューヨーク大学の医学部の教授に就任した。1946年、彼はアメリカ合衆国に帰化し、1954年に王立協会の外国人会員になった。そして1961年12月25日にニューヨークで死去した。二つの心臓を使った有名な実験の模式図、レイビの実験まではシナプスにおける、 情報伝達が科学的なものか電気的なものか分かっていなかった。1921年に発表された有名な実験で霊微はこの疑問に決着をつけた。霊微によると実験の主要部分は彼が寝ている時に思いついたという。彼はカエルから生きた心臓を二つ摘出し、一つは瞑想神経のついたもの、もう一つはついていないものである。 二つの心臓はリンゲル液などの使用用液に浸された。瞑想神経に電気的な刺激を与えると一つの心臓の動きがゆっくりになった。イビはその心臓を取り出し、次にもう一つの心臓を同じ液に浸した。すると二番目の心臓の動きもゆっくりとなった。この実験により、可用性の物質が瞑想神経から分泌され、それが 心臓の鼓動を制御していることが実証された。彼は、この未知の物質をベイグストフと呼んだが、後にアセチルコリンであることが分かった。レヴィのコカインによるアドレナリンの放出、ジギタリスとカルシウムの働きの関連の研究は、深い問題で、その後何十年も他の研究者によって研究された。彼はまた、実験法の思いつき方が独特であることでも、知られている。 1923年のイースターの土曜日、彼は神経伝達が電気ではなく化学物質によって行われていることを証明する実験法を夢の中で思いついた。彼は起きるとすぐに枕元の紙に概要だけを書き込み睡眠に戻った。彼によると夢の内容を思い出そうと努めたが思い出せなかった。この日は人生で一番長い日だったそうである。 彼は次の日も同じ内容の夢を見た。この時は彼はきちんと起床し、実験室に行ってすぐに実験を行った。そして夜明けになる頃、彼は自身が将来ノーベル賞を受賞することを確信した。14年後、それは現実となった。ありがとうございます。